東京都の世田谷区若林で淡島102ってお店をやってます。辻圭吾です。当店はナチュラルワインを中心に旬の食材を使ったアルカルトのメニューを提供してます。毎週野菜も魚介類もお任せでもらってるので、毎週来てもらっても違うメニューがあります。名前がラルナっていう名前、この人が飼ってた家族同然のもう愛犬の名前が付けられて、意味がこの大事な人とか親しい友達とかと飲んでほしいって意味が込められてます。これ愛媛のタンジェリンっていうところで僕の先輩が作ってるみかんジュース、お店ではみかんビールみたいにして出してます。こちらの料理がラム肉を使ったソーセージ で横のペーストがフムスっていうひよこ豆を使ったペーストで、それと一緒に合わせて食べると美味しいです。ファラフェルっていう料理でちょっともちっとした食感が特徴で、ヨーグルトソースと上に乗ってるのが大葉のグリーンカレーで作ったペーストなんですけど、それと一緒に食べると美味しいです。